はい、どうも、リハビリタッキーです。今日も動画配信を始めさせていただきますので、よろしくお願いします。今回のテーマは、栄養と睡眠を見直してみようということで、実は認知症ケアに大きな影響を与えるですね、栄養と睡眠について、リハビリとケアマネの視点から分かりやすく解説をさせていただきますので、よろしくお願いします。まずは、栄養についてなんですが、認知症を有する方としては往々にして加齢による歯ですとか消化系の影響というのがありますし、ただやっぱり食事を食べようとしたら拒食という状態であったり、食物以外のものを食べてしまう異食と言われる状態もあります。それから便秘の問題が結構、これ特にレビー小体型認知症が多いんですが、こういった問題もあります。あと脱水の問題なんかもありますので、やはりこうなってしまう体重減少ですとか低栄養状態、これの虚弱状態、これをフレイルというふうに言うんですが、こういった状況に陥ってしまうということが大変多いです。なのでまずは好きなものをしっかり食べるということが、やっぱこの栄養ケアということが大きな前提になってまして、さらになぜ食べられないのかというところをしっかり観察をして分析をするというプロセスがですね、大変大切になってきます。でその上での対応アプローチのポイントとして今回は3つ挙げさせていただきました。まず1つ目は、特に認知症高齢者に不足しがちなのがタンパク質です。例えば魚ですとか肉ですとか乳製品とか大豆食品なんかがあります。こういったものをですね、積極的にこう摂取していただいて、バランスのいい食事というのをぜひ心がけてください。2番目のポイントとしては、不飽和脂肪酸、簡単に言ってしまうとオリーブオイルです、はい、でこういうものを含むですね、例えば緑黄色野菜ですとか果物、魚介、ナッツ、豆、全粒粉なんかを使う地中海食と呼ばれるものが有効だというふうに言われています。これ具体的には、例えばイタリア料理ですとかスペイン料理ですか、ギリシャ料理なんか、地中海沿岸諸国の、ね、食習慣、こういったものをですね、取り入れるといいっていうのは、これが認知症予防にもつながるというふうにされています。それから3番目のポイントとしては、社会的なやはり孤立を避けてですね、家族や友人と一緒にこう食事を、会話を楽しみながら食事をするということですが、調理、準備、後片付けをですね、協力しながらこう食事をすると、認知機能の低下、防止にもなりますし、発症リスクの低減にもつながるということが知られていますので、ぜひこういったことも参考にしていただけると嬉しいなというふうに思います。でこの際よく出てくるのがアルコールの話なんですが、アルコールだいたい1日 20g までに収めるのがいいという、最近はですね、アルコール飲料のところに何 g って書かれてますので、ぜひこういったものも参考にしていただければというふうに思います。それからやはりアルコールの大量摂取はですね、アルコール性認知症というところにもつながってしまいますので、ぜひこのあたりも注意していただけると幸いです。そしてここからは認知症対策としての生活習慣ですか、睡眠の見直しポイントについてですね、解説をさせていただきます。実は認知症は内臓脂肪型のこう肥満ですとか高血圧、糖尿病、高脂血症、動脈硬化、いわゆる生活習慣病と互いにですね、発症に影響を与え合っているということが言われています。なので認知症についても生活習慣を見直すということで、その発症を遅らせる効果が期待できます。中でも質のいい睡眠に裏付けされた生活リズムの調整ですとか改善というのは、認知症の行動心理症状、特に興奮ですが攻撃というところをですね、低減させるということが判明しています。さらにですね、アルツハイマー型認知症でもいいんですが、原因物質アミロイド β というものがあるんですが、こういったものを睡眠が洗い流してくれるということで、認知症進行の原因となる過度なストレスを抑えるという効果もありますので、やはり睡眠ってとっても大切です。でこれ実際のデータとして、介護付きのケア施設にいる、軽度から重症度の、認知症の方を調べたら、だいたい 59.2%、ほぼ6割ですねの方は何かしらの睡眠障害を有しているなんていうデータもあります。やはりこういった中で睡眠障害の対策としては、その睡眠障害の程度と睡眠覚醒のですね、リズムの状況をしっかり把握する、場合によってはこれ日誌をつけるなんていうこともいいと思います。
それから夜間しっかり睡眠できるように日中の活動スケジュールと時間帯をですね、やはり調整するということも大事ですし、あと寝室の寝具ですとか睡眠環境を見直すなんていうアプローチも有効だというふうに言われています。で、具体的にはやはり睡眠不足を避けるために6から8時間のですね、睡眠、それから30分以内の昼寝をですね、するといいというふうに、これこちらがおすすめというふうにされていますので、ぜひこれらもですね、参考にしていただけると幸いです。今回の配信ここまでというふうにさせていただきますので、よろしかったらぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。最後までご視聴していただきまして、どうもありがとうございました。ではまた。